サントリーです。レッツゴー。はい、どうもこんにちは、サントリーレッツゴーコーディです。ケンタロウです。カナダです。クラッショです。ラーラです。はい、ということで本日はラーラのラーラオー2番目に嫌いな食べ物は嫌いな食べ物むずっ結構女の子嫌いな子多いかも。でも好きな人はめっちゃ好き。あ、もう入っちゃう。もうあれやろ。これザじゃん。好きな人めっちゃ好き。好きな人はめっちゃ好き。あ、わかった。どう思うで？そうやな。じゃあ一斉にせーの。でん。パクチー。パクチー。パセリ。パクチー。じゃあ見ていきましょうか。これはもうコーディ以外多いに正解かな。アブラミです。はあ。なんだ。アブラミ。脂身。ああ、そっちか。でも分かるかも。生姜焼きとかなんかさ、女の子いなかったら白い部分だけど残す。あ、そういうことね。好きな人は好きやね。パクチーも嫌いです。うわ、でも確かそうだわ。確かに好きな人は好き。確かに好きな匂いは好きな匂い。好きな匂いか。いい匂い。ちなみにいい匂い。いい匂い。なるほどね。シャンプーいい匂い。香水の分類で、分類で何々系。あ、こっちだ。あ、これ来たな。あ、これ来たよ。いきますか。せーの。どん。スイート系。爽やか系。甘い系。バニラ系。あー、おいしょ。おいしょ。おいおい。バニラかわかんないけど、甘い。甘い。なんか、まあ、女の子として甘い。なんか、セコちゃんみたいな。そのうち。あ、じゃあ回答を見ていきますか。ソープ系。ソープ系。ソープ系。夏ですね。もう8月とか、うん、なあ8月です。そう、あ、8月か。夏服で一番好きやから。ああ、ね、それ似たってやった。俺もあったわそれ。次、最近一番泣いたことは。なんか映画とか見て泣きそう。普通に泣いたこと。そりゃどっち。嬉しかった。あ、確かに。それ言ったら分かっちゃうか。あの、どちらかといえば嬉しかった。うん、いけるよ、いけるよ。もう俺これでいこう。これでいきますか。はい、せーの、ドン。メンバーに悩み打ち合った時。ピザが美味しく食べられなかった。ネットフリックスを見て、ちょっとなんか気になるメンズに告られました。コーディーだぜ。前のコーディーこれむずいな。これむずいですね。じゃあ回答を見てみましょう。
あーでもそれこそメンバーとなんか今後のことを話してる時とかもうめっちゃみんないいこと言ってくれて、想像以上にいいこと言ってくれて、あのもうみんなに対して感動して泣きました。泣いてたなー、確かに。かわいいやつです。2番目泣いたら俺なのか。いいってさ、いいなるほど、いいでしょ。なんでだったんですか、それ。そうすごい。次行きましょう。はい、しりとりセガサミルクス。次これさ、見えた。いや、もうそのままスパンってきました。じゃあもうさ、何も考えないでスパンってきました。もうあれ、オッケー、スタミナさん。いきますよ。せーの。はい。スキー。スイカ。スズキ。スイカ。なるほど。それ。サクランボ。サクランボ。いや、それ、ケンタロウ君わかるっすよね。そのスズ。あ、なに？日本選手権の時のスズだ。なるほど。やめて。これ分からんからさ、高いの分かったよ。絶対これよ。スミレ。なんでさ、なんでさ、スイカって書いた。そんな。スミちゃん、いい形そう思うじゃん。すごい。何が？なんかイエーイとかすごいとかやばいとか全部丸く収まると思う。それは何だろう。次からどんどん拾うから。この疲れかけて終盤にかけて無理がさ、だいたいここになんかね。やっげーっ。はい、ダウンロードしてください。あ、あ、もうこれ、あ、もうじゃあ、いきますか。せーの。え、そっち？俺、ケンタ君と全く一緒。え、でも、一緒。俺、全く一緒。俺、ルクス。ルクスやろ。それも、俺らのこの、いつも。肌は？俺、これ。あー。ならば、いう感じすんもんな。もう結構いいことやるぞ。え、何ムーブ？座っていません。初めて見たよ。無理だよ。誰が当てんねん。初めて見たよ。それは分かんないよ。やりたかった、これを。やりたかった。なるほどな。いや、分かんねえよ。教科書から違う問題出されたみたいな。分からんわ、それは。まあ、難しいですね。結果発表。はい、ラロウは平翔さんです。嬉しい。ラロウ、あんまか、あんまらしいっすよ。なんか一発ぎり、あ、もう何でやってもこれ。ラロウだって可愛いっすよ。ラロウみたい。ラロファンの皆様、ラロウになってしまい、すみませんでした。今後はこのようなことがないように努めます。はい、ということで本日、ラーラオはクラッシュオブクラッシュ。ありがとうございます。難かった、これ。俺らも今回ラーラオ知った。これでね、そうですね、ファンの皆さんもね、いろいろラーラのことを知れたんじゃないでしょうか、はい、ということで、チャンネル登録と、グッドボタンとコメント、高評価すべてよろしくお願いします。ということで、本日はラーラオ